全米フィギュアスケート選手権は毎年1月に開かれるアメリカ合衆国のフィギュアスケート全国選手権。主催はアメリカフィギュアスケート連盟。1914年にコネチカット州ニューヘイブーンで男女シングル及びペアの競技会が開催され、第一次世界大戦による未開催を挟み1936年によりアイスダンスも加えられ現在に至る。 2005年までは6.0万点の9、採点方式で争われたが、2006年より、新採点方式を導入した。シニアクラス、ジュニアクラス、ノービスクラスの3クラスに分かれ、男女シングル、ペア、アイスダンスの4種目で行われる。冬季オリンピック、世界選手権、4大陸選手権、世界ジュニア選手権のアメリカ代表選考も兼ねており、 基本的に一発勝負の選考会となっているため非常に重要な意味を持つ大会となっている。また、出場するクラスは一つに限られているため、シニアクラスとジュニアクラスの二つに出場することはできない。他のフィギュアスケート競技会では見られない、この大会の大きな特徴として、上位4選手及び組に対してメダルを与え、表彰式も4選手及び組分用意される。 またこの上位5選手及び組は、シード選手となり、翌シーズンの出場資格を得、翌シーズンの予選は免除される。競技クラス全米選手権におけるノービス、ジュニア、シニアのクラス区分は、国際スケート連盟ルールに従う、国際競技会でのクラスと同盟であるが、区分基準が異なる。全米選手権においてのクラス区分は、それぞれノービス、ジュニア、 シニアの技術試験に合格しているかどうかのみであり、年齢制限はない。ノービス試験に合格できない競技者に対しては、ベッド全米ジュニアフィギュアスケート選手権が開催されている。こちらには18歳を上限とするなどの年齢制限がある。当初トーニャ・ハーディングが優勝したが、ナンシー・ケリガン襲撃事件により、タイトルを剥奪された。ありがとうございます。